第1回クリスマスパーティー会議を始めます。第1回ってこれは何回か続ける予定なの？気分です。第何回ってつけた方がかっこいいので。あこテンション上がってるね。だってクリスマスにモゼリアでパーティーできるんだもん。ワクワクしちゃうに決まってるよ。昨日も練習中ずっとその話をしてたよね。確かにクリスマスの話ばかりしていたわ。アコは本当にクリスマスが楽しみなのね。もちろんですよ。なんたってクリスマスは特別な日ですから。特別な日というと？ん？特別は特別ですよ。ほら、クリスマスって特別じゃないですか。クリスマスというイベントがある日なのは理解しているけれど、それが自分にとって特別だとはあまり感じないわね。クリスマスはみんなにとって特別な日ですよ。あ、何が特別なのかしら。なんだろう、何かがいつもと違うっていうか、街中に魔法がかかったみたいな、っていうかみんなにも魔法がかかった感じ。よくわからないわね。あの感じなんて言葉にしたらいいんだろう。でも一緒にクリスマスを過ごせばわかると思います。クリスマスが特別な日だってことはユキナさんも分かるように、アコクリスマスパーティーを超超楽しくしちゃいますから。別にそこまで知りたいわけじゃないのだけれど。そんなこと言わないでくださいよ。じゃあそのためにもパーティーのアイディアをバンバン出していこっか。ならまずは私からね。やっぱ飾り付けはしたいかな。賛成。キラキラしたのとかカラフルなものとかいっぱい飾り付けて部屋中をすっごくカラフルにしたい。いいね、めっちゃテンション上がりそうじゃん。じゃあ明日にでもショッピングモールにクリスマスグッズ見に行こっか。もう少し先の方がいいんじゃないかしら。買い物に行く前にいろいろと調べる時間があった方がサヨも助かると思うわ。ええ、そうですね。本当に見に行く場所がショッピングモールでいいか吟味する必要もありますし。そこからですか？もちろんよ。ショッピングモールよりふさわしいお店があるかもしれないじゃない。なら次のお休みにしよっか。それと準備をしていくにあたって役割分担を決めた方がいいと思います。パーティーをするなら料理は必須です。そちらは今井さんが担当した方がいいかと。確かにロゼリアで一番料理が上手なのは今井さんですし。言われてみればそうだね。わかった、とびきり美味しい料理作るから期待しててよ。あ、でもさすがに一人で全部は厳しいかも。ごめん、誰か手伝ってもらってもいいかな。はいはい、アッコが手伝う。宇田川さんが？前にみんなでリサレーのお家にお泊まりしたじゃないですか。その時一緒に料理を作ってすっごく楽しかったので、またやりたいなって。そう言ってもらえると嬉しいな。オッケー、アコよろしくね。それでは飾り付けの準備は私と湊さんと白金さんでやりましょう。パーティー用の小物があってもいいかもね。テーブル掛けとかテーブルナプキンとか。うちにもあるにはあるんだけど、クリスマスの雰囲気に合わなそうな色合いでさ。わかりました、そちらも探しておきます。それなら小物を探すときは以前練習の帰りにリンコとリサと寄った雑貨店はどうかしら。リサが言っていた小物も置いてあったはずだし、何より落ち着いた雰囲気のお店だったからリンコも行きやすいと思うわ。そうですね、人の多いところは苦手ですけど、あ
そこのお店なら。だね。長時間の買い物だとそっちの方が凛子も楽かも。すみません、わがままを言ってしまって。いえ、無理をする必要はありませんし、いいんじゃないでしょうか。そうだ、ゲーム大会のことも話さなきゃ。あの、パーティーでやるゲームのことなんですけど。ねえ、ユキナ、なんか変わったね。どういう意味かしら。そのままの意味だって。よくわからないけれど、私たちはバンドと共に成長してきた。そのことを考えれば、変わっていたとしてもおかしいことじゃないわ。そういうことじゃないんだけどな。あ、リサネ、ユキナさん、アコの話聞いてくださいよ。ごめんごめん、何の話をしてたの。あのね、パーティーでやるゲームの用意はアコに任せてほしくて。変わった？リサは何に対して変わったと言っているのかしら。